輝く太陽のもとに開かれている中京レース場寮と発表された馬場には砂塵が待っています。馬場が乾いていますから力のいるレースになりそうですね。3番人気はこの子です。7番この評価は少し不満か。2番人気はこの子スマートファルコン。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って天皇賞馬娘マルゼンスキー1番人気です。ゲートに入ってどの子からもいい雰囲気が感じられますよ。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはスマートファルコンマルゼンスキー11番。さあ花に立ったのはスマートファルコン。このままリードすることができるか。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。スマートファルコン快調に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はスマートファルコン単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は11番。その内並んでマルゼンスキー、そして1番。ここまでが先頭集団。2コーナー回って向こう正面、依然としてスマートファルコン、続いてマルゼンスキー、その後ろに1番、少し離れて11番。三馬審査8番、4番続いている。外から5番、さらに内2番、その外並んで6番、7番、外から行く。後方2番手に9番、3番、現在しんがりだ。ここは第3コーナー桶狭間ポイント。勢いよく先頭を行きます。スマートファルコン、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、エンジンの違い見せてあげるわ。これがあたしのフルスロットルよ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。マルゼンスキー、ここで抜け出した。じゃあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。4着を切りました。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはマルゼンスキー。スマートファルコン食い下がる。200を通過。強い強い。先方はマルゼンスキー、変わらないマルゼンスキー。リードは8馬身、足は衰えない。マルゼンスキー、スープとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。マルゼンスキー見事に完勝、名鉄杯を制しました。2着はスマートファルコン、3着に入ったのは7番